スバーロの店舗、スバーロはアメリカ合衆国ニューヨークシブルックリンクで1956年に創業したピザのファストフードレストランである。スバーロは創業者のせいである。世界40カ国以上で1000店舗以上展開している。1956年、スバーロ一家がイタリアから移住してマンハッタンでグロサリーストアを創業。その後イタリア料理の販売も始め、 1967年からは QSR を名乗る。2007年以降は経営権が投資グループミドションパートナーズに変わる。2011年4月4日、約3億7500万ドルの負債を抱え、倒産した。しかし、債権者側と事前に債務削減約2億ドルという合意を得ていたため、店舗営業は継続。メニューはピース、パスタなど。過去。 大英グループによって、六本木、原宿などで、フランチャイズ出展していた。2010年、株式会社、スバーロジャパンを設立し再進出。2014年12月19日、株式会社スバーロジャパン、結ぶダイニング株式会社と株式会社マナフーズの3社は、東京地方裁判所より、破産手続き開始の決定を受けた。ありがとうございます。